ペヨ、1990年ペヨは、ベルギーのイラストレーター、漫画家である。コミックストリップのスマーフで、最もよく知られている。本名は、ピエール・キュリホールだが、ペヨという名前で知られている。ペヨは1928年に、ブルッセルで、イギリス人の父とベルギー人の母の間に生まれた。プロとしてのキャリアを始めた初期に、イギリス人のイトコ・ピエロの名前の間違った発音を、 元にして、ペヨという名前を用い始めた。ペヨは、ブリュッセルのアコダミロワイアルデボーアーツを卒業直後から仕事を始めた。小さなアニメーションスタジオのコンパニーベルジーディー、アニメーションで、アンドレ・フランカン、モリス、エディ・パープラ、後の同業者と出会った。戦後、スタジオが閉鎖すると、同僚たちは、デューピュイ社へ移籍したが、数歳、若かったペヨは、 受け入れられなかった。しかし彼は新聞用の初めてのマンガラダラニア・ウールを制作したほか、その他にも多くの宣伝用イラストを描いて収入を得た。1949年から1952年にかけてはルソワール氏に猫を主人公とした漫画プシーを連載した。同じ新聞ではヨハンという作品も連載している。百五十二年、 フランカンはペヨを1938年にベルギーで発刊したデュピュイ社の子供用漫画雑誌スピルーに紹介した。ペヨはピエロやブノワ・ブリザフェア等の多数のキャラクター。しかし彼の一番のお気に入りはかつて連載していたヨハンの続編となるジョアンとピルル・ヨハン・イピアール・イットであった。さらにスピルーではプシーの連載も続けた。スマーフは 1958年10月23日のジョアンとピル類の中で初めて登場した。スマーフの人気が高まってくると、ペヨは1960年代初頭に自身のスタジオを設立し、その中では多数の才能ある漫画家が仕事を始めた。ペヨ自身は仕事を監督した。このスタジオで働いていた著名な漫画家は、ウォルスリー、ウェイスターレイン、ゴーズ、ディリ,リブ、 ディジャイアターやディーソルガー等である。1959年、スマーフは自身の連載を持つようになり、1960年には、さらに、スティーブン・ストロングとジャッキーセリスティンという二つが始まった。ウィル、イーボン・ディルポート、ロジャー・ラルト、マーシネル・スクールに所属する多くの漫画家が加わって、ペヨは、ますます営業と監督に洗練するようになり、 実際の執筆には携わらなくなった。息子のティエリー・カラフォードには、スタジオの運営、娘のベロニークには、キャラクター商品の販売に当たらせた。1992年、心臓発作により、ブリュセルで死去。64歳没。ありがとうございます。